おはようございます。サミット飛行隊の山尾彌十です。今日はですね、カムエク内カウシ山にですね、仲間5人で登っていきたいと思います。今日は見てください。我々の車入れて14台混みますね、今日のカムエクは。それでは5時ジャスト行きまっしょい、行きまっしょい。今日はですね、還暦親父の大冒険という形で、カムエク内カウシ山というですね、日本200名山に、登っていきたいと思います。やばい、こんなになっちゃって、川の流れ変わっちゃったんだね。あれね、シールもらったって喜んでる。二人とももらった。あ、本当？有名人だからすぐバレましたよ。バレた。はい、ちょうど予定通り1時間半でね、七つの沢、出会いに、到着いたしました。七つの沢出会いの巨匠です。すっかり浅くなってしまいました。あ、膝下ですね。はい、今晩のおかずを取ってます。はい、これですよ。あ、いいですね。さっきの人、やっぱ味噌汁も美味しいですよね。うん、それあれですよ、あれでもいいですよね。あ、これカモリの。あ、全然いい。今は結構長い巻き道、右岸を歩いております。右岸の巻き道、長い巻き道を出るとですね、もうすぐ川を渡って、左岸の巻き道に入ります。左岸の巻き道もですね、中洲を歩く道もありますけども、思いっきり左岸に入った方が、長い巻き道を歩くことができると思います。ね、帰りでしょ。帰り、うん、帰り絶対帰り間違いないよな。帰りも八幡さんも回ったら、はい、回ったらすぐだからね。越えたらすぐです。越えたらすぐも巻き道、もうこの巻き道だけで相当違うよ。ここは見逃さないんだね。うん、見逃さない。ワイワイやってたら。八の沢だよ。出会い。もうこの岩が出てきたら出会い。あ、うん。うん。ね。葉っぱり。ヘント村ですよ。テント村ですよ。今回は。八の沢出会いの天場ですね。こんなにテント張ってるの初めて見ました。はい、それでは8時25分、若干5分ほど早いですけども、10分以上休憩しましたので、八の沢出会いから、三俣、キュッキュッキュッに向かって登ります。八の沢出会いが抜けますとね、本格的な沢登りとなります。綺麗な渓谷を縫いながら歩いてきます。Thank you.
ためね。カムエクが見えてきました。雲の間からカムエクです。結局ですね、八の沢出会い、こちらの方でテントが8張り、それから三つ又標高999でテントが2張り、そして、八の沢カールで、テントが一張りで、目指す頂上ではもうすでに一張り、張っているそうです。
カムエクチカウシ山、この山はですね、アイヌ語で熊の転げ落ちるところという意味を持っております。それだけ急峻な山でありまして、なおかつヒグマの生息地、密集地でもあります。